さんでーす。よろしくお願いします。ありがとうございました。ね、初めましての人も多いですもんね。はい、はい、一応カメラこう1、2、3、4台ありまして、はい、でまあ渋谷のラジオで聞けたりだとか配信をもう世界配信してますから、全員1週間後には YouTube で見れるみたいな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ございます。じゃあ、あの自己紹介の方をね、お願いしましょうか。はいはい、お願いします。はい、大塚ドリームショーレッドチーム、ちゃんかなことかなこです。よろしくお願いします。ちゃんかなさんじゃないですか。もうちゃんかなさん、この番組2回目だし、はい、その姉妹番組のね、ノンスタイル井上さんの番組も出てくれてるんですよ。なるほど、渋谷ジャック。そうです、兄さんと呼ばさせていただいてます。いや、ちゃんかな優秀ですからね。優秀ですね。まあまあ、え、どの辺が聞きたい。欲しがらないでください。いや、優秀、後ほど喋りますから。お願いします。そしてお隣、はい、はい、同じくレッドチームのあの宮本浩介と申します。よろしくお願いします。宮本くんですよ。あの、お話はお伺いしてるんですけど、僕初めましてですもんね。あ、そう、初めましてなんですよ。スターダストですよ。はい、スターダストが出ていただいてて、本当にいろいろね、そこら辺もお聞きしたいと思いますので、お願いします。お願いします。そして、はい、大塚ドリームショー初参加の山崎大輝と申します。よろしくお願いします。山崎さんじゃないですか。あれですよね、川端さんの紹介とかのパターンですよね。で、川端さんとタオさんですね。あー、なるほど。大阪時代からの付き合いで、そのパターンでね。そのパターンで、ありがとうございます。もう基本が大塚ドリームショーって紹介で集まってきますから。そうですね。まあ、俗に言うネズミ子のスタイルじゃない。悪いものに引っかかったみたいに聞こえる。小山さんゴールド会員で。ゴールド会員です。もしかして違いますから、キングですか。キングじゃないです。あ、キング、今噂の。違います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、大塚ドリームショー初参加の遠藤文也です。あ、遠藤さん、遠藤さんもあれですか、はい、川端くん倒すスタイルですか。うん、そうなんです、川端さんから。あー、そのスタイルで、はい、捕まってしまった。ちなみに僕もなんです。あ、そうなんですか。川端文也じゃん。僕タオさんに最初、はい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 、タオさんに口説かれて。へぇー、口説かれて。話変わってきました。すごいスタイルね。あ、だって宮本さんはあれですよね、はい、1個前のやつも、うん、2個前かなんかのキャッチでしたっけ。レターズ、あ、中村くんの方のね。はい、そうだそうだそうだ、そうだ、お願いします。いろいろ聞いてますよ。お願いします。そして遠藤くんも、はい、流れで。そうなんです。川端からの、はい、川端くんから流れ、はい、川端太鳳の流れが、系譜がありますから。なるほど、なるほど。あの、だけど川端くんが言ってましたよ、この宮本さんとか山崎さんとか遠藤さんはすごい優秀だから、はいはい、なんかこの3人プラスで僕もね、なんかちょっとレインボーとかやりたいんですよねみたいな、熱い話の売り込みを東京から大阪行く車の中ずっと喋られてる。優秀な次世代でやりたいんすみたいな。本当に秋田のせいで自分の知らないところで自分の話が盛り上がってなんか次話盛られてるんですよね。そんなんじゃない、そんなんじゃない。あの、伊集院さんとかに初めましてって言うと、あ、秋田から聞いてるよみたいな。何を聞いてるのみたいな。そうですね。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。そしてお隣。あ、はい。こんにちは。そのワンダーランドからやってまいりました。乾井由紀と申します。大塚ドリームショーは、はい、初出演でございます。これからどうぞどうぞよろしくお願いまーす。すごい。ワンダーランドっていうワードしか聞き取れない。頭の中がワンダーランドとか。お名前は何さんですか。乾井由紀と申します。乾井由紀さん。はい、由紀さん。乾井さん、はい、普段何やられてるんですか。私、あの、2年前まで犬だったんですけど。なるほど。ありますよね、はい、確かに。2年前まで犬をやられていて。ご存知ですか。ありがとうございます。人間になったってことですか。そうなんです。昇格したんですか、人間。人間界に、あの、付属になりました。付属に、はい、配属されまして、ね、はい、いや、だけど、やっぱこういうキャラ行くのってさ、はい、結構大変だからね。いや、そうですね、勇気いりますよ。どれぐらいまでちゃんと城ができてるか見てみたい。確かに。キャラじゃないんですよ。キャラじゃないんですよ。犬時代はの研修は何だったんですか。あ、トイプードルでした。トイプードルみたいな可愛いですね。ありがとうございます。じゃあ、犬さん、今何か目指されてるものあるんですか。あ、目指してるのは、
あ、でも正直に言うとタレントになりたいです。なるほど。はい。あとはですね、はい、あの今日のワンコに出たいです。あー、そう。はい。絞ってるからね。はい、夢があります。イヌイさんは誰からの紹介でドリームショー、はい、あ、すごい、なんかファンの方が紹介してくださって、うん、そうなんです。そのパターンあるの？そのパターンあるの？そうなんです。ファンの方が紹介？そうなんです。ツイッターでこういう、はい、ショー劇があるので、イヌさんは初ドリームショー。そうなんです。で、舞台自体も演技とかも初めてで、そうなんです。そうか、もともと犬だったからね。そうなんですよ。ありがとうございます。確かに知るわけない。はい、年齢はお聞きしてもいいんですか？あ、人間界に来てまだ2年しか経ってなくて、はい、自分でもちょっと分かんなくて、ごめんなさい。それまでの変な2歳ということで、2歳か、ちょっと、うん、犬時代は何歳だったんですか？犬時代は12歳で結構な老婆だったんですけど、はい、はい、はい、おばはんやっていうのすごい鋭い。なるほど、分かりました。じゃあ、犬さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんからさん、どうすか、イヌイさんみたいな。私はおいやってんな。別手だったから、かぶしてきますよ。さすがですね。ちゃんからさん、ね、NG でお願いします。やだ、NG だった。私はこれから一緒にやろうっていうの。素晴らしいです。本番もうね、本番ももうすぐですよね。1週間後ですか。いかがですか、仕上がり具合は、レッドチーム。まあでもなかなか結構仕上がってきてますよね。そうですね。楽しみ。あ、そうですか。ちゃんからさんだってあれでしょ、レインボーも。で、レインボーっていうのはもう各色のスペシャルオールスターみたいな、オールスター、そこも出てレッドも出て。ただ僕聞いてますけど、まあオールスターはこう人気者とか実力者を集めてるんですけど、それをも超える存在じゃないかって言われてるのがレッドチームらしいんですよ。おっ、そうなんですか。レッドの主の犬ちゃんを中心とした主の相当優秀な中心で、確かに本当に現場すごい盛り上げてくれて、めちゃくちゃすごい、本当にすごいですね。すごい子です。なるほど、嬉しいです。ありがたいですね。ちゃんかなさんから見てどうですか、レッドの感じは。結構やっぱ個性が強いんで、はい、集まったらどうなんだろうって感じだったんですけど、はいはいはい、昨日やっと形が見えてきたかなぐらい。あ、おー、はい、昨日、昨日、まあ今日、今日、今日の朝。いや、深夜稽古はめちゃくちゃみんなやってんのよ、稽古。夜中に、だからカラーも4つぐらいあるから、朝やったり夕方やったり夜やったり ね、 そうそう、はい、誰がスケジュール組んでんだと思って。ちょっと出てる出てください。スケジュール誰が組んでんだと。誰が組んでんだ。私ですよ。そうです、全て私が組んでます。まず溜め込むかのように全部入れます。2ヶ月前から考えてますから。稽古は何時間ぐらいやるんですか？5、6時間ぐらいありますかね。そうそう、6時間ぐらいありますね。とか7時間とかね。そう、場所がないのよ、稽古の。だけど各チームリーダーに言ってんですよ、はい、あくまでこれドリームシアターでやる場合のスケジュールなんで、うん、他で午前中集まってどっかのスタジオでやるとか、うん、行ってねって。なるほどね。初速が遅いです、リーダー。その場合のお金を出すと、はい、出す。俺、お金しか出してない。口は出さないけど、お金は出さない。口は出さないから。褒めることしかしない。ありがたい。そうなるほどね。そういうスタイルなんですよ。リーダーとはちゃんとスカイプして情報だけは聞いてます。なるほど、いります。いや、ちゃんとね、リーダーが伊集院とかなんか初めてだから。そうですね、はい、そう、それでさ、リーダーなんですか、レッドはね。うーん、で各チームリーダーがやはり30人ずつがいるわけですよ、はい、そこで熱いメッセージを言うわけ、はい、ちょっと俺はこう頑張っていきましょうみたいな。伊集院はちょっとボケながら、なんかゾゾスーツの着てみたいな、あー、やってました、どうですかみたいな、いじられるリーダーをやってるんですよ、はいはい、そう、はい、そういうのも俺全部見てますから、はい、見てるんですよ、ね、見てますよ。なんか伊集院さん、おしゃべりレッサーのグループラインでボケないけど、うん、こっちのレッドチームの髪切ったんじゃないですね。喋らせてやれよお前。タモリさんじゃないんだから。はい、なんかレッドチームのグループラインではめちゃくちゃボケるんですよ。生き生きしてる。生き生きしてる。誰も突っ込まないですよ。
ねえ既読スルー反応してるのかなこさんだけ私だけ突っ込んだけど優しい優しい人ちゃんかなさんやっぱすごいのよ最初、うん、僕もうラジオだってこれ3回出てもらってますからトータルで前から彼女たちその2人組なんですけど、うんはい、もう見た瞬間に才能あるなと思ってけどオファーかけるのはもうちょっと申し訳ないし僕から言っちゃうと断れないかもしれないなと思って、うん、とある作家経由でお願いしてあそうなんですか、ね、そうです、初めて知りましたそうですそしたら一発目、はい、やっぱアイドルの方じゃないですかアイドルの方ってあんまり芝居稽古を嫌がるだろうなと思って、うん、めちゃくちゃ少なくていいってもう当日来るぐらいでいいぐらいな感じでオファー出したそうそうだからもっと稽古せずそうですねあの前回のやつ本番だけ行きました、うん、すごい本当にすごい、うん、それすごいですねそうしたらそのちゃんからさんが寄ってきて本番前にこうやってやりながら、うん、風間さんあそこアドリブっすよねもうちょっと行っちゃっていいっすかみたいなめちゃくちゃかっこいいじゃん行っちゃってくださいって言ったらもうめちゃくちゃかっこいいそこのポジションから笑い取るみたいなおー、それがあんまなかったんでそれしかなかったんで企画みたいな感じだったんですよああなるほど企画のだから配分ありましたもんねそうなんです、はい、だから今回はちゃんと芝居稽古してますそれでダメ元でちょっと本気の芝居やってくださいよっつったら、うんやっちゃいます今回つながったっていう、そうなシャンカラさんのケアをちゃんとしながらすげえチーマーみたいなシャンカラさんいやでも動員数でもすごいからすごいですよ、ね、いやいやありがとうございます皆さんのおかげですありがとうございます楽しみでございます、はい、そして宮本くんは、はい、あの今おいくつぐらいなんですか僕今21なんです若っ若っ若っ全然ほんとペーペーなんですよ何歳から目指してるんですかそれ俳優業ですねあ俳優業そうですねあのでも全然そんなやってないんですけど、うん、もう今年で10年目になりますあめっちゃやってる子役から子役パターンそうなんですよ子役から小学校の5年生からずっとはぁ先輩じゃんいやすごい先輩それなんか大阪時代でってことですかあそうです大阪の時にもう大阪在住の時からずっとちょっと東京とか行き来してちょっとドラマ出たり映画出たりとかちょくちょくやらせてそれって、はい、やはりご両親がさせようってなったのが、はい、宮本さん自体がちょっとこれやろうかなと思って、はい、どういうパターンなんですか実はその大阪の梅田っていうところでございますかね梅田のところの地下 の、 あのレストラン街があるんですけど、はいはいはい、そのレストラン街 の、 あのカレー屋さんの前でスカウトされたいやすごい、そこでスカウトされます東京だったら原宿ですよ、はい、梅田のカレー屋さんの前カレー屋さんの前でほら初めて聞いたらそんなのちょっとすいませんって言って怪しいものじゃないんですけどって言ってめちゃくちゃ怪しい状態それ枕つけるやつ怪しいやつですからね、はい、でもうね母親と一緒にいたんですけど母親はもう最初すごい剣幕でいや大丈夫ですって言ったんですけど名刺渡されてほんでちょっとあの面接だけでもって言って面接してへ、すごいそこからじゃあレッスンいろいろ受けてあそうですねあじゃあ大阪のスターダストに行ったんですか普通の違う事務所行ってあの一応大阪 の、 あの営業所みたいなところがあってそこに所属してでもあんまレッスンっていうのももちろんあるんですけど、はい、基本的に結構現場で学べるスタイルなんで割と放り込まれるんですよね子役の時からでもなんかそこで鍛えられて何歳ぐらいの時出てきたんですかこっちでも僕あの出てきたのは最近でえあの1年ちょうど1年前ぐらい、もうすぐで3月ぐらいに1年どこに住んでるんですか言うか言ってもいいですけど来ちゃダメ来ちゃダメおかしなことになるから最初来たらどこに住むのかなと大阪から来た人とかでもね結構ねいろんな人にここ住んでるんですよって言ったらあの全然わかんないって言われてる何個ですかいや、こんばんはやるやるやるスターダスト厳しいのだからどうかこのお芝居のチームでグループラインって言っても、うん、宮本くんは入れないのそうなんですよ事務所厳しいのよだからそんな住所なんて聞いたらぶっ飛ばされるよ生ですから生江東区だななんで江東区もいいとこだけどそこ住んでないっすまあまあそういうのはお湯を聞きましょう、お願いしますそういう感じで今後はどういったことやってきたんですか、うん、もうこのままそのなんか僕結構こういうコメディとかもずっとやってみたくてそれであのタオさんに声かけてなるほどきっかけで出させてるんですけどもうコメディとかもいろんなお芝居できるようになりたいなそのまま俳優で生きていこうと思ってますいやだけど本当にさなんかいそうだもんねはい、こんな言い方したら失礼だけど、はいはい、このままテレビに出てる人が飛び出してきてくれた感じがしてるだって今日僕あのミュージシャンのユニットかと思ったああなるほどぽいぽいぽい世界の終わりみたいな世界の終わりグループですかって聞いたじゃないですかああそうですね
今日はそういうミュージシャンの人なんだな。ぽい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 。ギターボーカルやって、ベースとかこっちでやって。山崎さんがね。はい。そうだなあ。僕でもドラム経験者なんで。あ、そうなんですね。いいじゃないですか。じゃあ山崎さんは今おいくつなんですか。僕は今23です。若い。去年大学を卒業して。大学名とか言っても大丈夫。あ、全然大丈夫です。僕事務所は入ってないんで。あ、そうなんですか。はい、どこに住んでる。大学の流れだったのに、なんで住むとこ聞いてるんですか。元々京都出身なので、京都の大学、京都産業大学というところで。京都のラグビーが強いところ。ね、そうですね、ラグビーとか、はい、今だとバスケとかが強くなりますね。そこ出て、はい、出てきて、出てきて、じゃあ去年ぐらいですか、出てきて。そうです、まだ1年も経ってない。どうですか、東京は。いや、もう人が多すぎて人が多すぎて、ね、京都も多そうですけど。いや、京都も多いんですけど、はい、特に一番びっくりしたのは終電間際とか、はい、やっぱ京都とかって、神社仏閣多いんで。確かにそうですよね。ただ閉まるのも早いんですよね。4時5時とかで閉まっちゃう。なんでやっぱりそれを過ぎるとあんまり電車とかって人いないんですけど、うん、終電間際でなんでこんなに人いるんだよみたいな、はいはいはい、お前ら何してんだ、うん、みたいな、そうね、ぐらいの人がいたのにはびっくりしました。そうそう。だけどどうですか、東京は。じゃあいきなりドリームショーを見つけたってわけじゃん。点々といろいろ出られてるんですか。いや、5月に、去年の5月に劇団に所属が決まって、はい、それをきっかけに東京に出てきましたので。あ、はあ。じゃあ今基本どっか所属みたいにしてるんですか。そうです、劇団に。はい、どういった劇団なんですか。結構声優さんが所属している、B 級マップという所属。B 級マップ。はい。まあ有名な方で言うと、はい、あんまり名前出していいかどうかちょっと分かんないんですけど、はい、ナルトの声優さんされている竹内純子さんとか。いや、ビッグネームですよ。ビッグネームですね。とかも本当にすごい先輩方の元でやらせてもらってます。じゃあ結構劇団員は多いんですか。劇団員はそうですね、20人弱ぐらい。あ、じゃあもう選ばれし精鋭たちが。そうですね。はい。じゃあ定期的に3ヶ月に1回ぐらい公演して。そう、年に2回ぐらい。結構大きいところでやるんじゃないですか。そう、去年とかはシアターサンモール新宿の。おお、はい、サンモールさんね。はい、いいところですよね。出させてもらって、本当にいいところで出させてもらって。いいじゃないですか、そういうメンバーでございます。はい、山下さんお願いします。よろしくお願いします。そして遠藤さん。はい。遠藤さんはどういった、はい、何をやってる人ですか。役者さん。何で笑ってんの。いや、もうなんかやっぱ、はい、ね、愛嬌あるからね。そうですね。本当ですか。ありがとうございます。素晴らしいバランスだなと思って、本当この5人のね。はい。キーボード。すごい。キーボード。キーボード。ちょっとこう弾いてる感じ。エンド先輩、おいくつなんですか。はい、僕28です。あ、はい。もうちょっと若く見えますね。本当ですか。若く見えます。ありがとうございます。出身どこですか。出身が本当にど田舎なんですけど、奈良県です。都会。都会ですか。奈良はやばいとこやばいですからね。そうです、そうです。電車3時間来ないとかザラにありますよ。はい、田舎なかなか でコンビニとか河原のコンビニあったりとかっていうのもありますし。河原のコンビニ、はい、河原のすごいんですよ。ちゃんかんさん熊本でしたっけ。山口だ。清水バージョンと一緒です。清水バージョン。山口やんちゃされてたらしいですからね。聞いてますけど、田舎はみんなやんちゃですよね。いや、そんなことない。そういう求めですよね。バイクがいっぱい通って土に埋められそうになってたっていうのを聞いてますから。やばいじゃん。海に投げられそうになったです。あ、海。いや、もっと怖い。やんちゃがすぎる。殺人じゃないですか。やんちゃらしいですから。怖い怖い。なるほど。それで遠藤さんは、はい、奈良出身で、はい、おいくつの時出てきたんですか。僕が、1年半前になるので20、はい、まあでもあの時だと27ぐらいにはでもごめんなさいなりますね。はい。今じゃあどっか事務所入られてるみたいな、はい、いや今のところは事務所はなくて、はい、ちょっと養成所の方に今通わせていただいてますね。はい。そこででもお芝居一本で、はい、あ、そうですね、もうずっと今お芝居をやらせていただいてて、今回はまあコメディちょっとやらせていただくんで、ちょっと初の試みですごい緊張とかすごいあるんですけど。コメディやってそうですけど。本当ですか。コメディ顔ですよ、いい意味で。やってそう、向いてる、向いてます。絶対向いてると思う。稽古でも本当に面白いんですよ。そうでしょうね。めっちゃ面白いんですよ。もう醸し出してる空気が面白い人なんですよ。
でも本人がその自覚ないから、あなるほど、もっと言ってあげてください。これ捕まえたらもうとんでもないことになると思います。結構あの普通に素でやってる時がみんなから、うん、お前面白いなって言われるので、正直、はい。でも自分から面白いことしようとしたらお前滑ってるよって言われるそのパターン難しいね。それがいいとこじゃないですか、はい、逆にね。逆にちょっとなるほど、わかりました。遠藤さんお願いします。お願いします。そして犬ちゃん。はい、ワンチャロ。そうだね、この世界があった。はい、ワンチャロ。世界がスパーンと終わる。ありがとう。犬ちゃんだって、はい、人間だって2年でしょ。そうなんです。どうですか、お芝居やってみて。めちゃめちゃ楽しいです。いや本当にすごいですね。犬の要素はあんまり出ない。犬の要素はだけど、はい、めちゃめちゃ僕もいろんな人と絡みましたけど、ここまで振り切ってる人はいなかったな、はい、いいと思いますよ。もう主役の方がもう練習で流れてるんですけど、うん、舞台の練習で、うん、はい、もう私ももうもらい泣きしちゃって、もう私もああいう舞台にまた私もあの位置に行きたいなって思うぐらい、なんかお芝居って楽しいなって思ったワンチャロー。最後だけ、ワンチャロ思ったワンチャロー。ワンチャロー、ワンチャロー。それはもう自分の言葉ですか、犬井さん語。そうです、はい、挨拶と相性がワンチャロで、はい、ワンチャロございます。はい、皆さんぜひ呼んでいただければ嬉しいです。はい、僕聞きましたけど、結構こういうメインどころの人は一人二役三役とかやってる人もいるんでしょ。あ、そうなんですよね。スケジュールの関係やらなんやらで、だからレッドがちょっと進みが遅いと、なんでなんだって言ったら、一人二役やったり三役やったりするから、はい、進まない。だから腕はあるけど、はい、なかなか大変だっていうのを聞いてます、ね、そうなんですよね。日によって本当にいろんな役割があるので。犬ちゃんもじゃあ何、結構大な何役やってんの。あ、2役させていただいてるんですけども、でも犬は毎日2役、1日のうちに2役するので、うん、毎日いつ来ても同じです。あ、はい、なるほど、はい、その回での。そうなんです。犬の要素のは何かあるんですか、はい、あ、それが、うん、出させていただくワンチャロそう、ワンチャロ今日ね、もう演出の横山くんは、はいはい、もうあれですか、その犬井さんのワンチャロ的な部分は掴んでます、はいはい、もう多分掴んでいただいてると思います。やってます本人の前で、はい、ワンチャロってさせていただきました、それで犬に変更しようかって言っていただいたんですよ。す、ね、はい、いやいや好きなタイプだと思いますよ。嬉しいですね、ありがとうございます。それ何すかそれ。いや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 はい、じゃあご紹介お願いします。はい、はい、ちゃんかなことかなこはですね、今マウカナというユニットをやっております、はい、元アイドル2人で今夢を追っかけて、もう一度年齢を言い訳にせず頑張っていこうじゃないかという思いが込められた歌になってます。それでは聴いてください。マウカナで描くは逆転ホームラン。
ございまして、引き続き、はい、本日のゲストは大塚ドリームショーの皆さんです。よろしくお願いしま す, しいします。というわけでございまして、ここからは狼少年浜口さんの似顔絵コーナー。はい、あの相方の浜口さんなんですけど、集英、はいはい、社ってあるじゃないですか、はい、ジャンプとか発売されている出版社、あそこでね、2回読み切り漫画家デビューしてて、すごい、その似顔絵とか描くのが得意なんですよ。すごいです。このメンバーの中で誰か一人を選ばせていただいて、はい、書くというスタイルでございますね。はい、で一応僕は聞きますから、はい、浜口が白に書いてほしい人、はい、この範囲のアピールが大きかった人が選ばれるかもしれないです。はい、違う観点もあります。ちょっとひねくれ者なんで、それによって選び方変わってきますから。はい、行きましょう。はい、狼少年浜口が白に似顔絵描いてほしい人。はい、あ、いい、はい、逆にアピールが強いですね。パラリラパラリラ、後ろに乗ってパラリラパラリラ。さあ浜口君、ちゃんから宮本君、山崎君、遠藤君、乾さん、じゃあコウスケ君よっと。
よ、くせ者なんで。けど、その中でもなんか書きたいと思ったんでしょうね、画伯さん。今日はね、はい、パッと入ってそう思いました。おー、嬉しい。もうあそこの小部屋入った時にオーディション始まってますもんね。そうですか。受かっちゃった、すいませんでした。すいません。カレー屋さんの前でね、スカウトされたやつですか。さすが。わかりました。普通にしてていただければ。はい、勝手に書きます。さあ、じゃあ行きましょう。続いては森田くんのコーナーお願いします。はい、科学と森田くんの質問ボーイズのコーナー。浜口さん、浜口さん、あのマイクを話すっていう、そういう意地悪やめてください。うん、はい、いや、誰もわかんない。ラジオで聞いてる人わかんないから。わかんないボケやめてください。はい、ということでですね、はい、あの、はい、こちらのマイクの角度変えるのもやめてください。どんどん遠くなっていっちゃうからね。はい、声が。こちらのコーナーはですね、はい、私が、まあ、SNS を覗かせていただいたり、関係者の方に取材をさせていただいて、はい、それぞれちょっと気になる点を質問しながら、皆さんも丸裸にしちゃおうというコーナーでございます。おー、やばっ、任される、任される、これ以上何に任されるの。ということで、いろいろ集まってきてます、情報が。それぞれちょっとね、質問させていただきたいんですけれども、はいはい、じゃあ、まず最初、そうですね、かなこさんから、よろしいですか。はい、シャンカナさんでございます。はい、まあですね、あのもういろいろ皆さんもね知ってることかもしれないですけども、まあ可愛い顔をしながらも、まあ根性の入ったヤンキーということでございまして、地元では鉄パイプを振りました。いやいや、回したことないです。スケバンのね。はい、そんな情報が入ってきてますけども、はいはい、あのまあ最近のなんかその楽しみというか、なんかちょっと変わったところがあって。まあ、パートナーであるマウさんにですね、はい、あのご自分のおならを嗅がすのが楽しい。おい、ちょっと、ちゃんからついにそこまで行っちゃったの。嗅がすんじゃなくて、おなら出るんですよ、私が。あ、出る。ただ、屁をこくっていう話です。なにこのちゃんからのただ屁をこくっていう話。そんなことあります。ただ屁をこく話ですか。そういうことです。こういう握りっぺとかしてないですよ。あ、ただその場で濃くしていいって言ったら、うんって言うからブーみたいな。というだけの話です。あ、というだけの話なんですね。、はい、あ、それでなんかそれが楽しいとか趣味だとか話じゃない。じゃない、じゃない、じゃない。ただヘをする話。一応許可を取ってヘをする話。礼儀正しいってことですね。そう、一面が垣間見れた仲いいのでね。さすがに、はい、現場ではしないですよ。まだ聞いてないですね。はい、まだ言うね、するときは一応。お願いします。はい、はい、一応楽しみにしてます。だけど、志村けんさんとかね、よく言いますもんね。はい、女の子が、うん、なんか志村さんがみんないる前にブッとおならしてるリアクションで、はい、そう、志村コンとかメンバーを決めてるっていう。おー、だからブッてして、なんか、うんうん、ってなっちゃうと、バラエティ向きじゃなくて。ちょっと志村さんみたいな。ちゃんかんがうまそうじゃん。そうっすね。てめえみたいな。言いそう。確かにバラエティ向きなんだと思う。そうですね、確かに。もうポスト島崎和歌子さん。あら、あら、オールスター感謝祭。和歌子様。崇拝してる。あとメール来てます。あ、メール、はい。ありがとうございます。君こそスターだ、見てます。レッドチーム頑張って。宮本くん綺麗な顔してますねっていうことで、タオちゃんから来てます。タオちゃん身内やん。タオさん身内やん。身内やん。身内やん。タオちゃん名前書いてないんですけど、メールアドレスがタオってなってる。隠れてない。一番好きな構成がメアドに出てますから、隠しきれてる。タオドットってなってます。あー、タオちゃんです。何してんだ、あの人みたいな。はい、そうです。あ、じゃあ、まあ、話に出ましたんで、じゃあ宮本さん、あ、はいはい、そうですね、今ちょうど、まあ、そのタオちゃんからメールも来たりとか、うん、タオちゃんが誘ってくれたみたいな感じで、多分そのタオちゃんに感謝してるとは思うんですけど、はい、ですね、タオちゃんが怒られているのを見ると、はい、ゲラゲラ笑っているという。え、何ちょっと宮本君、それめちゃくちゃ誤解ある言い方。どういうこと？たい すごい癖だね、はい、気持ちわかるけど、まあでもなんかわかりません、ね、なんかタオさんってすげえいじられる人じゃないですか。はい、確かに。だからあのいじられてるとこ見るのがすごいね、僕ね、なんか好きなんですよ。結局好きなんですね、多分ね。多分楽しいんですよ。なんか多分 S なんじゃないかっていう垂れ込み情報もある。あ、なるほどね、なるほどね。 S なんですか。だけど S なのかもしれない。その、はい、
なんかやっぱタオのあの感じをこうやってうーって見てるとなんか笑っちゃうもんね。はい、そう、まあ、そうですね。やっぱりあの良平さんいるじゃないですか。良平さんとタオさんがもう言い合ってるとこ見るのがもう僕めっちゃ好きなんですよ。超楽しみであれが。なるほど。俺ね、なんか良平さんって僕よりも一応吉本歴は先輩なんです、3個ね。あ、そうですね。やってて、けどまあ僕もその一応プロデューサー立場なんで、はい、良平さん怒れる人いないから僕結構言うんですよ。良平さんあの仕切りとかうまいと思ってやってますよね、全然うまくないですからみたいな。もう尺も長いし、尺時計持ってない MC なんかいないですからまずいっすよみたいな。もうほんまあまあかさちゃん言うやったらそうやなみたいな。めっちゃ似てるよ。ごめんごめん。おーそうか、おー分かった分かった。それで俺はちゃんと中身が良くなるようにみんなが言いづらいことを言うんですけど、後日、はい、なんか違うメンバーから、はい、なんか、横ちゃんとかに、片岡さん、良平さん、泣かしたらしいですねどういうことって言ったら実はその後、良平さんが俺が帰ったのを見て、はい、クーって泣いて、それを慰めてるのがタオだったらしい。気持ちわかるよ、つって。あの二人仲良しな、仲良しですね、確かに。だけど俺それ聞いて申し訳ないというよりも大爆笑しちゃった泣くんかい、めちゃくちゃドイツじゃないみたいな。だから宮本君の気持ちも分かるっていう。そうですね、はい、確かに繋がってる、繋がってるそんな感じのあとメールちょっと来てますね。はい、メール来てます。ちゃんとしたのね、読ませていただいて。ありがとうございます。ラジオネーム、モダン部屋に飾っていますかということで、東京20代の方。はい、こんにちは、宮本くんのことを応援しています。今回ラジオ出るということで嬉しくてメールをしました。夢に向かって頑張っている皆さんに質問なのですが、2019年が始まって1ヶ月が経ちました、はい、お仕事とプライベートで今年は何かチャレンジしたいことがあれば教えてほしいです。私も何かチャレンジしたいなと思っていたので参考にしたいです。ギフト見に行きます、楽しみにしています。ありがとうございます。さあ、じゃあ宮本さんどうですか、うん、何か あります。そうですね、チャレンジしたいこと。チャレンジしたいことで 、うん、僕本当にコメディが今すごい、もう今年一番コメディできるようになりたくて。へー、もう、もう今年の目標は面白い役者になるが目標。素晴らしい。あ、いい。笑いを取れる役者になります。この感じで面白い感じできたら最強だと思う。最強っすね。できるようになりたいんですよ。いや、ある。なんかやっぱ歯が綺麗だし、はい、口が大きいから笑顔が素敵なんですよ。こういうタイプってバラエティに引き込まれやすいですから。はい、おー、頑張ろう頑張ろう俺、頑張ろうですよそしてちゃんかなさんは何かチャレンジしたいこと。いや、私はもうやっぱいい年なので、もう32って今年33になるので、あ、やっぱこう仕事もなんですけど、こうプライベートも充実させたいなってことで、ちょっと海外とかいっぱい行きたいなと思って。あ、おちょっと仕事じゃなくて申し訳ないんですけど、でもそれもね、感性を磨く大事なことかなと思ってま す、うんね、この前ちょうどね、学園そんな話してたの、はいはい、なんかちゃんかなが海外どこ行ってもこうこうこうで海外行きたいですよね、うん、っ俺もその会話の流れだから、俺はエジプトとかカンボジアとかいろいろ行ったかなっていう話したら、ちゃんかな、え、それ誘ってますみたいな。え、一緒に行こうってことですかみたいな。作業してるのに、はい、めんどくせえなこいつ。今日喋ったの初めてですねみたいな。やっぱ楽屋とかも常にね、盛り上げようとしてくれてる。素晴らしい。さすがです。はい、みんなの姉さんですね。いや、本当ね、今ラジオを通じて誘ってくれてるんですか。違う何回かぶしてくれる。山崎さんはどうですか、なんかチャレンジしたいこと。そうですね、僕は、まあ、ずっと舞台しか出てこなかったので、うん、やっぱり志望は声優志望なので声の仕事を一本決めたいなと。そういう分かりやすいのいいですね、はい、いいじゃないですか。そして遠藤君。あ、はい、僕も今回まあ実際大阪で舞台出てから3年ぶりのちょっと舞台なんで、あんまり経歴とかそういうのもないので、今回もまあ実際僕も声優志望なので、そちらのちょっと仕事とか結構やりたいなと思っております。はい、どんどんと。そして乾ちゃん。あ、はい、ワンチャロはやっぱりワンダーランドのワンチャロ世界を皆さんに広げたいなっていう
のがやっぱり目標の一つですね。あの、はい、わかる、はい、キキドッグフードが、あ、そうなんですよ、わかる、わかりますか、ありがとうございます。ワンダーランド、ワンダーランドだよね。そうです。ワンダーランドの話してたら、はい、ある時スピンオフでできるかもしれないですね。あ、確かに、もしかしたらワンダーランドの住人やんなきゃいけないかもしれない。皆さんよろしくお願いします。ワンチャロコビ売っててね。今のうちにね。というわけでございます。はい、さあじゃあ森田君、はい、お返しします。はい、じゃあ次は遠藤さん。はい。はい、遠藤君どうですか。まあ3年ぶりのとかっておっしゃってましたけども、はい、以前ですね、多分本番中に、はい、一番大事な長台詞が出てこなくなったことがあったんです。昔ですか。打ち上げでボロ泣きしていたという。初舞台の時共演させてもらってるんですよ。はい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 。その時に。もうあれはすごかったです。ずっと喋っていくうちにもう自分のページがなくなっていくような失われてる存在なんだけど。怖いね本当に。でも周りはみんな倒れているから誰も助けれないっていう状況で、僕はどうすればいいかわからないっていう状況で、一人でもうなんか言わないとダメだダメだダメだって言った瞬間、言った言葉がなんだって言ったと思うんですよ。もう、敵のボスキャラの役 で、はい、でその敵、まあ、こっち側がやられて倒れてるんで、その中での長台詞で誰もフォローが出せない。確かに一人でやんなきゃいけないシーンで、これどうしたの、それセリフ決めなきゃいけないの、もう何も出てこなくなって、何も出てこなくて、最後にあの終わる言葉だけなんでか出てきて、それを言った瞬間にもう一人相方が一人いるんですけど、その子が拾ってくれて、なんとか助かったっていう。じゃあ見てるお客さんは気づかないレベル。あ、もう、あ、でもあの部分だとやばいやつあれはどうなんでしょうね。バレちゃった。よくセリフを聞くと多分同じこと 2,3 回言ってる。あ、なるほどなるほど、忘れる人ってね、はい、そうだよね、そうなりますもん、ね、だからもしかしたら気づいてる方はいらっしゃるかもしれない。それも打ち上げってボロ泣き、いや、もう本当に悔しくて、もうめちゃくちゃ悔しかったですもうそれがやっぱ舞台のいいとこですよ、生ものですから、ね、そうだね、今止め方しました。本当にそのなんかいい思い出になるからね、はい、確かに。もうあれ経験した後はもう本当に今もう強くなりました、ちょっと、強くなる。今回は別にそう飛ばしちゃいそうな長台詞はないんですか。あ、もう本当に今回はなくて、もうめちゃくちゃ楽しんでやらせてもらってます。あ、いい、はい、よかったよかった、いいっすね、はい、楽しんでいいですか。楽しいですよ、楽しいですよ、楽しいんですよ、いいですよ。さあ他、はい、じゃあ山崎さん、はい、がですね、まあいろいろこう調べたんですけど1個しか出てこなかった。え、なんだろう、だいたい私服がオレンジだっていう。もうまさしく、まさにでした。はい、オレンジ好きなんですか。オレンジが大好きで、オレンジかネイビーって言われる、そうですね、はい、今ちょっと、はい、あ、携帯が、あ、オレンジ、オレンジ、すごいすごいすごい。もうなんか好きな色はって聞かれたら小学校の頃からずっとオレンジって答えていて、ただなんかファッションとか疎かったので最初はもう黒紺ネイビーみたいな、はいはいはい、だったんですけど、もう最近東京に来てからは、あ、好きな色オレンジだったらオレンジ着ようみたいな。東京好きだな。あ、いいじゃないですか。だからやっぱオレンジ好きな人って明るいね、はい、ムードメーカーというか、確かにさっきからずっと回してくれてるし、ね、そうですね、はい、いや、裏回しうまいです、はい、素晴らしい、皆さんのフォローしているね、爽やかイケメン。逆に山崎さんが、はい、これマジ腹立ったわっていうの最近なんかあったりしました、ね、こういうのマジ俺嫌いなんすよみたいな。そんなないですよ。あるよ。あるよ。そのリアクションは何かを知ってましたよ。いやいや、でも本当に、大塚ドリームショーさんの現場とか楽しくさせてもらってるので、はい、自分にないなんかお笑いの間とかテンポとかってなかなか経験がないので、あ、なるほど、そういった意味では本当にちゃんと回せるようになるにはこういう現場もね、うん、いいかなっていう。すごい、いいっすね、素晴らしい。出す言葉が全部ポジティブですね、素晴らしい。ここにアピールしていく、茶目っ気出ちゃったね。いいよ、こんな感じなんですね。素晴らしいです。はい、はい、では、乾さん、お、はい、はい、まずですね、はい、あの30代半ば説っていうのがちょっと、やだ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 、説が流
れてます。違うチョロ、違うチョロ。2歳ですよね。いや、ワンチョロでも最初に買った CD がポケモン言えるかななんですけど。ああ、なるほど。じゃあ、泳げたいやきくんとか。泳げたいやきくん言っちゃったらだいぶですよ。でも、いや、全然、あの、でも30は言ってないチョロ。え、全然本当ですよ。え、本当本当。で、毎回でもね、皆さんにね、そうやって30代でしょって言われるんですけど、はい、ね、いや、でも20代後半かな、みたいな、うん、そんな感じかですね。多分今見てる人、誰も信用してないから。いや、でも30代じゃないですよ。はい、でも若そうですよ。あ、そうで、うん、どうですか、皆さん、近くで見てピチピチだと思いませんか。うなずいてくださった。ありがとうございます。顔正直な顔で見てるよりもいろいろキャラクターの前に来ちゃうからね。そうですね、はい、確かに。あ、だけど若いと思います。ありがとうございます、うん、嬉しいです。ありがとうございます。23歳ぐらい見えます。あ、そうです、そうです。タメで、はい、そうです、そうです。そのくらい、そのくらい、そのくらいにしておきましょうか。はい、そのくらいのね、そのくらいでよろしくお願いします。2歳じゃないですね。もうそのくらいなんですね。そのくらい。犬だからワンじゃないの。1歳じゃない。あ、そうなんです。ワンワンなんです。そうだ。ワンワン11歳。はい、11歳。ワンワン11歳。そうなんです。ありがとうございます。すごい。11歳。ワンの11歳ってだいぶご高齢だよね。だいぶだよね。最近に直した時がすごい。そう。90億円。ローバル。そうです。さあ、天海さん、あと3分ぐらいですよ。間に合いますか。今日ついに間に合わない。あと2分20だから。マジですか、うん、はい、ゴールしてくださいよ。いいな、帰ってもらって。じゃあそんな感じですか。いい、はい、そうですね、わ、はい、かりました。じゃあせっかくなんで告知を。告知を、はい、皆さん、はい、ありますか。全然個人の告知でも何でもないですよ。あ、じゃあ私明日マウカナはですね、滋賀県でライブがあります。おー、滋賀県、滋賀界隈の人、そして遠征組もぜひ待ってます。詳しくはツイッター、インスタグラム見てください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう今日から明日、明日行きます。明日行きます。はい、ございますね。そして皆さんは何かありますか。あ、じゃあ僕劇団から、はい、あの来月4月この大塚ドリームショーの終わった後に4月の23日から高円寺のアトリエファンファーレというところで、あの舞台をさせていただきます。なんかあのミハエル・エンデっていう方のモモっていう作品のちょっとしたオマージュというか作品になってるので楽しめると思います。ぜひ皆さんチェックしていただければ、ツイッターであったり BQ マップのホームページからでも検索できるので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。他は、あ、はい、じゃあ犬ゆきもいいですか。犬ゆきワンチャロですね、モノマネユニットを実は組んでおりまして。そうなん、はい、そうなんですよ。ここに来てすごい情報。はい、そうなんです。全然知らなかった。クリーム48っていうですね、あのユニットを組ませていただいておりまして、こう地方各地であのちょっとモノマネのショーをさせていただいているので、ぜひ、はい、来ていただければ嬉しいです。はい、じゃあ今、はい、ツイッターとかでさ、はい、ハッシュタグで似すぎてじわるっていうのをやってるの知ってます？今すごい流行ってますよね。あれ僕やってるんですよ。はい、これ坂蘭さん。はい、あれどうしました？させていただきたいです、近々。もうやったわけですよ。まだやってないです。面白かったら僕、言いますか。え、本当ですか。え、ありがとうございます。モノマネだったね。嬉しい。で、あとドリームショーはいつ。ドリームショー言わせていただいていいですか。いや、行こう行こう。はい、もちろん最後にね、大塚ドリームショーのレッドチームのギフト、はい、絶対見に来てください。よろしくお願いします。2月22から22からです。指示ですよね。はい、はい、行きましたか。22から3月の9日までです。さあ、天海内川君の宮本君できました。やった。イエーイ。それでは行きましょう。オープン。おー、ということで、また来週。